はい、皆さん、こんにちは、ベンチャンネルです。えー、ね、午後2時に、えー、帰宅しました。今日はね、自分の現地スーパー株で、まあ自分の大好きなラーメン屋さんに食べに行くっていう、まあ計画だったんですけども、まあ食べに行きました。 で帰ってきて、まあ、帰る前にいつも入れてる、えー、ガソリンスタンド屋さんで、えー、カブちゃんに、えー、ガソリン満タンしてきました今日は、えー、自宅から、えー、そのラーメン屋さん食べに行って、まあ、帰ってきてその往復分ですねどんだけかかったかっていうとまあねガソリン満タンカブ中に入れてこんだけですね はい、ね今日の11月2日午後1時24分、まあ、現金簡易で入れてまあねガソリンリッター159円でタンクに入って満タンだったのがレギュラー2.12リッターですね自分の家からねあそこのラーメン屋さんまで向かってそして帰ってきて、えー、自分の地元のいつも入れてるガソリンスタンドに 入れました円です、ねまあ500円ワンコイン入れてお釣りが来るくらいでしたちょっとびっくりしましたねまあ自分の車だとねまあこんなに安くは済まないなと思ってるんですけどやっぱりスーパーカブはすごいなと思いましたうんただちょっとねまだねタイヤとか交換とかはまだしてないですけどまあまあそれでもタイヤとか別に 異常はなかったですけどただ、あの、やっぱり、あの、あそこの山道、まあ、急勾配、うん、その時になんかちょっとね、やっぱり、パワーがないかな、何かないかなって、それはしゃあないと思うんですけどね。まあそこらへんかな。いか、久しぶり、まあ何年ぶりかな、スーパーカブ、まあ原付で、隣の県まで行って食べに行ったりするの、二時うん、約2時間半かな。うん。 自分の営でいつもそこのラーメン屋行くと大体1時間半から2時間手前。うん。今日の原付かぶちゃんだと2時間半ぐらいかかった。その最初のかぶちゃんだけの頃に前大洗いまで行ったことあるんだけど、片道3時間半か4時間手前まではかかったね。だから今日行っ その2時間半まで着いたところからプラス1時間かそのぐらいかけていけば自分の大好きなお笑いまで固めちゃいけんですけど今日はちょっとねそこまで行く自信はなかったんでちょっとラーメン久しぶりうん僕の大好きなラーメン屋食べに行こうと思ってたんでそこ行けただけでも達成しただけでもまあ自分としては笑っちゃうけど伝説になっちゃったかなと思ってさうんまあ原付きでもさそんな早くないけどさうんゆっくりね行ってもさ まあ自分でこぐんじゃないし。うん。まあね。レギュラー2.1ニッターしかね。ガスリマンタンそれしか減ってないってことだよね。マンタン入れてから、レッツゴーって言って。往復で。すごいね。燃費。うん。今日はね、もう帰ったんで、あとはゆっくりして。まああとは、まあ家族と、まあ家族の車で、うん。いつものように早めの温泉とか、昨日と同じとこ行こうかなと思ってます。 明日の祝日は、まだ予定入ってません。もしかしたらってなるかもしんないけど、ね。もしかしたらえ、またってなるかもしんないですけど、そこは明日になってみないとわかりません。今日はちょっと朝寒かったんですけど、まあ日中は、ちょっと上のジャンパー1枚裏にね、えー、ぐるぐる巻きにして、まあ縛って、うん、いつもの格好で、まあ帰り道は、うん、帰ってきました。 ちょっとびっくりした。ワンコインでいけるんだなって。うん。そんな感じですね。じゃあ今日はね、原付株で大好きなラーメン屋さんまでっていうタイトルで、えー、ね。まあ、とりあえず目標を達成しました。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。ぜひよかったらご登録よろしくお願いします。それじゃあ、またねー。